ついたか。どうして500万の僕を助けたの？助けたって価値なんてないよ。そんなの関係ない。お前を助けたいと思ったから助けた。僕に対する哀れみな。じゃあ1800万の俺が車に轢かれたらお前は見殺しにしたのか。そんなわけないじゃん。ペンギンを放っておけるわけ。所詮自分以外の誰かの価値なんて見る人によって違う。値段なんてつけたところで命は平等にならないんだ。5億の大スターより500万の同僚の方が俺は大事だ。僕もそうだ。値段なんて気にせず自分の価値は自分で決めよう。数ヶ月後、俺たちの部署はベビーブームの余波で生まれた赤ちゃんたちの託児所と化していた。まあね、スーパーマンごっこしよう。いいよ。私とママごとして順番にね。パンダさん、意外にも子供たちに大人気ですね。やはり生き物に値段をつけるなんておこがましい話だな。それにしても誰かを忘れている気がするんだが。奇遇だね。僕もだよ。自分も。